やってきました、アメリカンスタイルのセットです。はい、どうもポンポンです。今朝の8時です。まもなく8時ですね。今日はですね、大阪の中崎町にやってきてるんですけど、爆盛りのモーニングがあるということで、ちょっとねめちゃめちゃ楽しみなんですけど、ただ朝からおにぎり食べてしまった、それだけが不安なんですけど、ちょっと食べに行きたいと思います。喫茶 Y、 外観は普通の喫茶店っていうイメージなんですけど、あ、これですね、朝ごはんが貼られてます。オーダーストップは10時半です。どれにしようか。喫茶ワイ、行ってきます。3が普通ですか、はい、3が普通ぐらいですか。卵ここまで行くの。何個ぐらいにするんでしょう、みんな。それはお母様が食べようかどうか。あ、そうですよね。何個って言われた。はい、あ、じゃあ5個にします。朝のメニューはこちらです。コーヒー、紅茶のおかわりは11時まで、おかわり自由だそうです。今つけてら、いい、ケチャップをつけて、あーそう思って全然いい。でもいいよ別に、じゃあ今日は我慢して。来ました、これはやばい。これで1斤分ぐらいありますよ、すごい。卵の量は選ぶことができて、これで卵5個分です。摂取しすぎ。ドリンクはアイスコーヒーにしました。ご自宅で飲んでる方も一緒に飲みましょう。お疲れ様です。ここいいです。いただきます。野菜の下に隠れている。あ、やっありがとう。バターもめちゃくちゃたっぷりかかってるんで、ダンベルかなっていうぐらい重いです。折り返し。卵だけ終わりました。ラスト終盤です。まずこちらが来ました。あとはパンです。ラストいただきます。ごちそうさまでした。アメリカンスタイル完食です。アメリカンスタイル、はい、いただきました。美味しかったです。大阪中崎町にある喫茶 Y に行ってきました。とにかく一言でもうお腹がいっぱいです。日本の方もそうなんですけど、海外のご旅行の方もたくさん来られてて、本当にテレビでも
ネットでも大人気のお店になっているので、オープンめがけて来ていただくことをおすすめします。今日もご視聴いただきましてありがとうございました。またぜひチャンネル登録、高評価、コメントをいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。